皆さんこんにちは。ある日、お釈迦様は池の周りをぷらぷら歩いていました。ここは極楽です。池の中の花がとてもきれいに咲いています。お釈迦様はその池の中を覗いて下を見ました。この池の下には地獄が見えます。その地獄にキャンダタという男がいました。他の悪人と一緒にいます。キャンダタはいろいろ悪いことをしましたが、それでもたった一ついいことをしたことがあります。それは小さな雲を踏み殺すのをやめたことです。お釈迦様はこのことを思い出し、キャンダタを地獄から助けてあげると考えました。ほとんど横を見ると、極楽の雲が一匹美しい銀色の糸をかけています。お釈迦様はその雲の糸を池から地獄へまっすぐ下に下ろしました。さて、こちらは地獄の祖父、血の池です。他の悪人と一緒にキャンダタはいました。地獄の池は真っ暗で怖いところです。ある時、キャンダタが上を見ると、コムの糸がスルスルと自分の上へ割れてきました。キャンダタは喜びました。この糸を掴んで登っていけば、きっと地獄から抜け出せる。キャンダタはその糸を掴んで上へと登り始めました。しかし、極楽はとても遠くて、なかなか上は出られません。キャンダタも疲れて途中で休めました。ところが下を見ると、たくさんの人たちが上へ登ってこれではありませんか。キャンダタはびっくりしました。こんなにたくさん登ったら糸が切れて、また元の地獄へ落ちてしまうかもしれません。そこでキャンダタは、この人は私のだ。お前たち、降りろ、降りろと叫びました。その時、急に糸がぷつりと音を立てて切れました。キャンダタも他の人もあっという間に下に落ちてしまいました。後にはただ、極楽のゴムの糸がキラキラと垂れていました。お釈迦様は悲しそうな顔をして、またぶらぶら歩き始めました。極楽の池の